皆様こんにちは、ブラマニのガクです。今日もまたまた耳で聞いていただくラジオのような動画、ブラマニの耳、略してブラ耳、お送りさせていただきたいと思います。普段のね、会社や学校への行き帰りですとかね、もしくはね、ご家庭で掃除やお洗濯、お掃除の時にね、何かをやりながら耳だけでね、聞いていただけるような動画作らせていただいております。今週はね、この間ブラ耳やらせていただいたばかりなんですけどね、今回はもう一つね、今週は急遽ですね、皆様にお伝えしたいなということがあって、ブラ耳またやらせていただいております。実はね、今回は何の話題かと申しますと、もしかしたらですね、もうすぐまたですね、サンリオとブライスのコラボが出るかもしれないというね、お話ですね。皆様、インスタグラムをやっていらっしゃるでしょうかね。ツイッターとかフェイスブックに並ぶね、SNS の有名なね、インスタグラムなんですけど、そちらにね、ブライス、ネオブライスのプロデューサー、純子ママのね、インスタグラムがあるんですけど、そちらにですね、今晩ある画像がアップされたんですね。その画像についてね、皆さんとお話しできたらなと思って、今回ね、ブラ耳急遽作らさせていただきました。それではね、最後までブラ耳お聞きいただければ幸いです。それではブラ耳始めていきたいと思います。このブラ耳はブラマニ YouTube チャンネルの提供でお送りいたしております。はい、それではね、今週第2回目のブラ耳なんですけどね、いつもはね、ブラ耳と言いますとね、週に1回ぐらいしかね、動画で上げることはないんですけどね、今回はね、やっぱり急遽ですね、僕今日仕事してたんですね。夜だいたいね、8時ぐらいまで仕事してて、でふとね、ちょっと休憩時間ができたのでね、インスタグラムチェックしてですね、皆さんのね、写真ですとかね、もしくはね、やっぱりね、学編みのね、ハッシュタグをつけてね、僕のブラマニのリスナーさんがね、たくさん学編みというハッシュタグをつけてね、写真を投稿してくださるので、それのね、写真を見させていただいている時にですね、僕もね、インスタグラムの中で結構ね、有名なね、ハノンのさとみさんとかね、ロザリンペルレの山形さんですとかね、あとはラーラプッペハウスのユミコさんですとか、あとウィウィのあやさんですとかね、山下咲様とかね、いろんなね、有名な作家様ですとか、もしくはね、僕のね、学編みのね、ブラマニのリスナーさんのね、投稿するブライスの写真をよくね、見させていただいてるんですけど、今日はですね、ブライスですね、ネオブライスをプロデュースなされてる CWC のね、責任者でもある純子ウォングさん、純子ママさんですね、俗に言う、僕にとってはね、純子ウォングさんはどっちかっていうと純子ママっていうイメージがあるんですね。僕の大好きなね、ブライスを作ってくださった、ネオブライスをね、生き返らせてくださった、本当に功労者というかね、尊敬するね、方なんですけどね、その純子ママさんのですね、インスタグラムに、持ってらっしゃるんですね、純子ママさんが。で、その純子ママさんのね、ページ、よく、ほら、津森千里さんのね、コラボレーションの、が正式にアナウンスされる何ヶ月も前にね、コラボレーションのドールがね、上がっていたりね、結構なんかこう、ブライスファンにとっては有名なね、インスタグラムの、ページなんですけど、そこアカウントですね、ページというかインスタグラムのアカウントなんですけどね、その純子ママさんのですね、インスタグラムのアカウントに今晩ですね、あるサンリオのキャラクターが上がったんですね。そのキャラクターというのはシナモロールですね、白いワンちゃんのキャラクターですね。僕もね、今年のお正月にシナモロールのね、サンリオの福袋のね、開封レビュー動画で上げたんですけど、そのね、キャラクターですね、シナモロール、白いワンちゃんで、ブルーの瞳のね、すごい可愛いね、キャラクターなんですけどね、その写真がですね、急に今晩上がったんですよ。シナモンロール is in love って書いてあってですね、純子ママさんの言葉と一緒にですね、上がってたので、なんだこれはと思って、パッとね、もうその写真を見た時に、もしかしてハローキティのコラボレーションがあって、
マイメロディーのコラボレーションがあって、でもしかしたら次に来るのはシナモロールとねブライスのコラボレーションではないのかとねピピンと来たんですね。多分見られた方もね同じようなことを思ったと思うんですけどね。だってほら普段ねあの純子ママさんのページってブライスの写真ですとか、あとは風景とかね純子ママさんが普段あの教えてらっしゃるフラダンスのね生徒さんの写真だったり、ハワイにね里帰りした時の写真だったり、あとジュニームーンさんとかのね写真、お店の写真だったりするのでね、あんまりサンリオのキャラクターが上がることはあんまりないんですよ普通でしたらね。でも今晩上がってたということでね、これは何かあるんではないかというね、このブラマニカクのね勝手なね推測ではあるんですけどね。それにしてもですね、やっぱりちょっとなんていうんですかね、突拍子っていうか、なんか突然ねシナモロールの写真だったので、これは何かあるんではないかとね思ってるので、多分ね僕の予想ですけどね、独断と偏見で、次はやっぱりねシナモロールくんのねブライスが来るんではないかと思うんですね。ねマイメロディーもだいぶ前じゃないですか、マイメロディーのコラボして、でその何年も後に何年も前にですねハローキティもコラボレーションして、最近ねミディとあのリラックマがコラボしたので、そろそろねブライスとサンリオのコラボレーションがあってもいいんではないかなということでね、出てもおかしくないなと思うんですね。でなおかつ去年からねなんかサンリオのキャラクターを使ったアウトフィット T シャツですとかねを商品で出したり、第2弾がねこの間出たばっかりですしね、それに合わせてやっぱりね多分ね結構サンリオさんとね付き合いがあるんではないかななんて個人的には思ってるので、このね機会にシナモロールのねブライスが出るんではないかと思うんですね。この間ミディが出たのでね、またミディとコラボするとは思わないんですよ。なので僕の予想としてはネオブライスとねコラボするんではないかと思うんですよね。コラボしてくれたらいいですね。僕ねサンリオのキャラクターですとやっぱりねマルモフ日和が最近好きだなと思って、でもやっぱりねマルモフ日和ってちょっとやっぱり知名度が低いみたいで、商品があんまり出てないのでね、でちょっと残念だなと思ってる時にですね、ポムポムプリンですね、ポムポムプリン、あの黄色いワンちゃんのねポムポムプリンにハマって、その後シナモロールにハマったので、結構ね3番目ぐらいに好きなキャラクターだったりするんですよシナモロール。なのでちょっと嬉しいなと思って、やっぱりねブラマニガクはね一応ほらね、おじさん、いいおじさんなのでね、おじさんという立場でやっぱりね可愛い系のサンリオキャラクター、可愛い系というかちょっとピンクとかね赤とかちょっと女の子っぽいキャラクターよりもどっちかっていうとね男の子っぽいサンリオキャラクターの方が好きだったりするんですよ。例えばハンギョドンですとかね、あとゴロピカドン、昔ちょっと昔のキャラクターだったらゴロピカドンですとかね、あとケロケロケロピとか、あとねいろいろサンリオのキャラクターいろいろ出てるのでね、やっぱりその中でもどっちかっていうと男の子向けのねキャラクターの方に僕はね興味があるので、今回ね初めて男の子のキャラクターのねサンリオのコラボレーションシナモロールくんがなるんではないかというね、ちょっと儚い期待ではあるんですけどね、確実ではないんですけど来てくれたらいいなーなんてちょっと思ってますし、実際ねブライスとシナモロールくんがねコラボしたら一体どんなコラボレーションブライスになるのか今からすごい楽しみだったりするんですよ。こうハローキティの場合はねハローキティのデザイナーさんモチーフのねちょっと着ぐるみ系ではないコラボレーションのハローキティのブライスだったじゃないですか。でその後に出たマイメロディーのコラボはうさ耳がついててねちょっと着ぐるみっぽいちょっとマイメロディーに似たようなねブライスとして出てきてくれたのでね、ハローキティのコラボレーションよりはとっつきやすいというか、こうなんていうんですかねイメージしに沿ったブライスさんとしてね仕上がってきてくれたので、もしねシナモロールくんのブライスが出るんであればね、アウトフィットにシナモロールのね絵柄が印刷してある系か、それとも着ぐるみ系で出るかねちょっと楽しみだったりするんですけどね、確かプーリップでなんかシナモロール系のなんかコラボレーションが出てたような気がするんですけど、その時は着ぐるみ系だったような感じが
あれ近かったかな、そんな感じがしたんですけどね。なので今回ね、ほらブライス結構値段が上がってるじゃないですか。最近あのアウトフィットが凝ってる分お値段が上がってるのでね、なのでそれを考慮すると、それを考えてみるとですね、もしかしたら着ぐるみっぽいね、ブライスシナモロール君のね、白っぽいモフモフのね着ぐるみっぽいブライスプラスなんか可愛いねアウトフィットがついたちょっと豪華な仕様で出てくれんじゃないかななんてちょっと思ったりもしてるんですけどね。なのでそんな感じのね、こう豪華な2着分ついてるような、ミャウジーもほら猫ちゃんの白いね着ぐるみプラスピンクのねワンピースもついてたじゃないですか、ジャンパースカートみたいなね。なのでそんな感じでね、あと僕のねよくブラマニにも出てくるグッドネイバーカフェさんもね着ぐるみプラスいっぱいね付属品もついていたのでね、そんな感じのブライスさんに仕上がって出てくれたらいいなーなんて個人的にはちょっと思ってるんですけどね。なのでね、ただただまあじゅんこママさんのねインスタグラムにただ単に気まぐれでねじゅんこママさんがシナモロールのね写真を載っけただけかもしれないので、一人でね盛り上がってるだけなんですけど、もしねこのままいけばねポムポムプリンのねコラボレーションも出るかもしれないので、ちょっと楽しみだったり、まだ出ると決まってないですよシナモロールの。でももしシナモロールのコラボが出たらね、きっとポムポムプリンも出るでしょうし、あともしかしたらほらね僕の最近ハマってる隅っこ暮らしのねコラボのブライスも出てもおかしくないんではないかと思うのでね、ぜひ出てくれたら嬉しいなと思うんですけどね。ほら最近ブライスファンのね裾野がYouTuber さんのね工場長さんのおかげでどん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 ブライスファンのね年齢層が下がってて、お子様のねファンもどんどん増えてるのでね、このタイミングでねシナモロール出してくるのはかなりね正解ではないかと思うんですよ。なのでね、でもそれを考えるとかなりの競争率ではないかななんて思うんですね。でもねどうかな、それを考えるとかなりの生産数作ってくれるような気もするんですよ。なのでね当たりやすいのかな、それとも激戦になってねまたお迎えできないような数の生産数で来るのかわからないんですけどね。僕の予想ではねやっぱりサンリオって売れるのでね結構な数出してきてくれると思うんですよね。マイメロディーもね今すごいプレネになってますしね。で僕がマイメロディーをお迎えした時もやっぱりね僕も抽選外れてしまって、日本のねブラトモさんが代わりに買ってくれたぐらいなので、あの時の悪夢がまた再びと思うとちょっと不安でもあるんですけどね。もしね出るんであればね1500とか2000体ではなく3000体ぐらいね作ってくださるんではないかななんて個人的には思ってるんですけど、いかがでしょうかね。シナモロールね出てくれることを祈りたいんですけどね。もし今こんな感じで写真が出てたということは今年の暮れぐらいでしょうかね、多分もし出るとしたら10月11月クリスマス前ぐらいのね発売時期で出るんではないかななんて個人的には予想してるんですけどね。なのでぜひともじゅんこママさんのインスタグラム勝手にね見させていただいて、勝手な想像してるだけなんですけどね。なので皆さんもねこちらのねブラミミの概要欄の方にねじゅんこママさんのインスタグラムのアドレス貼っときますのでね、もし興味のある方がいらっしゃったらぜひとも見に行ってみてくださいね。またねじゅんこママさんいっぱいフォロワーがいるのでね、やっぱりねブライスファンだったらねフォローしといた方がいいと思いますのでね、ぜひともねじゅんこママさんのインスタグラムのアカウントフォローしてみてくださいね。なのでやっぱりちょっと期待してるのでね、皆さんいかがでしょうか。まあシナモロールくんのね写真が載ってるからといってねぬか喜びかもしれないんですけど、もうそろそろね今年のアニバーサリーの情報も出てくる時期だと思うのでね、楽しみにね3月4月初めぐらいにはアニバーサリーのイラストが出るんではないかと思うのでね、なのでね今年はもうアシャさんといいクレアさんといいねつもりちさとさんコラボといい、本当にねブライス攻めてきてるなという印象をね受けるのでね、このままね2019年ね CWC さん、タカラトミーさんね、ブライスファンを喜ばせてくださるようなね本当に熱いブライスの1年になればいいななんて個人的には思ってるんですけどね。これからね夏に向けてどん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 楽しみですよね。
ピクニックさんも出ますしね、あとフラミンゴなんちゃらも出るという噂がありますしね、ね、一体どんな感じで、またミディもね、ブライスだけじゃなくて、ネオブライスだけじゃなくて、ミディもね、なんかネオブライスで出たのをなんかミディでミディ版を出すような感じのねニュースも聞こえてきてるのでね、今年も本当にね、年末これからね夏初夏秋冬にかけてね、ノンストップでブライスファンのね財布直撃するような可愛いブライスがねこれからもたくさん出てくれると思うのでね、期待して待っていきたいと思います。今回もね長々とご視聴いただき本当におつぶらでした。ありがとうございました。もしねよろしければねグッドボタンですとかね動画のコメント欄にご意見ご感想いただけると動画制作の励みになります。またこちらのねブラマニ YouTube チャンネル登録まだの方がいらっしゃいましたら、何卒チャンネル登録の方もどうかよろしくお願いいたします。いつもね応援してくださるリスナーの皆様、学アミの皆様、本当にありがとうございます。今週もねまたライブ配信の方予定しておりますのでね、もしお時間が合えばライブの方にもねふるってご参加ください。それではねこの辺でね、耳で聞いていただくラジオのような動画、ブラマニの耳、略してブラミミ、終わりにさせていただきたいと思います。それではまた次回のライブや動画配信でお会いいたしましょう。ブラマニのガークでした。おつぶらでした。オーバーボアー。